ンネル。やっと二人っきりになれました、ね、伊藤さんはいないんですか。今回のお題が PDCA サイクルなんですけど、うん、伊藤さん前回も遅刻したじゃないですか。 PDCA 回っておらずまた遅刻で、はいはい、なるほど。すいません男ばっかりで。年収チャンネルで結構前ですけど、はい、美咲ちゃんが途中で時間で帰らなきゃいけなくなった時、はい、美咲ちゃんのなんかキャプチャーここに貼っときゃいいんじゃねっつって美咲ちゃんのキャプチャー貼って放送した回とかもありましたけ、ね、ど、はい、キャプチャー貼っときましょうか、うん、まあ、実際動画だとあんま変わんないですからねPDCA サイクルで対策すべしというテーマで送っていきますが、うん、PDCA とは何ぞやということで鴨本さんざっくり30秒ぐらいで簡単にご説明いただいてもいいですか。プラン、ドゥ、チェック、アクションかな、はい、改善していきましょう、いろいろやってみたいな、そんなざっくりした感じです。はい、はい、ありがとうございます。ということで早速フリップをご覧いただければですが、まさしくですね、プラン、ドゥ、チェック、アクション、この頭文字を取って PDCA というものがあります。生産管理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法のことって書いてますけど、もう生産管理、品質管理に関わらずですね、ありとあらゆる物事において PDCA ということですかね。それぞれ説明していきます。プラン、計画、まあ、これまあね、そんな読み上げんでも見ていただいたらと思いますけども、実際にこの PDCA サイクルですね、ご覧いただいたものを就活に置き換えて考えてみるとこのようになりますというのが次のフリップに出てきます。ババンと。まずやるべきことの優先順位をつけるというのは別の動画などでもたびたびお伝えしている通りになりますと。この PDCA サイクルの考え方というのは社会人になってですね、仕事においても非常に重要で、まあ、実際にむしろ回せない人はやばい人っていうふうになってしまうので、常日頃から意識しておくといいんではないかなと。それでもなかなか行動できない、行動に移せないというズボラーさんもいるかもしれませんので、そんな時は最初のプランの内容ですね、ここを見直してみるといいんじゃないでしょうか。プランのハードル上げすぎると、計画のですね、ハードル上げすぎると行動に移すのが億劫になったりとか、なかなか目標にたどり着かないというところで、やる気がなくなるという弊害が出てくるということですね。カムさん、最初のハードル上げすぎ問題、真面目でストイックな人ほど陥りがちな思考だったりもすると思うんですけど、どうしたらいいですか。僕はもうこの PDCA っていうのは正直あんま好きじゃなくて、はい、PDCA をめっちゃ意識する人ってすごい仕事ちんたらやってるイメージなんですよDDDD みたいな感じで、ありますね、ベンチャーある、なんか言うじゃないですか、ベンチャーあるあるで、はい、あっちの方が絶対僕は正しいと思うし、うん、人間別になんかやればやるだけ勝手に改善していくんですよね、はい、例えばスポーツとかでも下手くそでも別に習わなくてもずっとやり続けてたらなんとなくこう上手くなっていくじゃないですか、はいはい、だって別に自分のこと評価して改善しようとか考えてなくて、やり続けてたら勝手に上手くなるんで、それを最初にこう計画してこういうのをこうでとかってやっていいのは多分かなり余裕がある人だと思いますので、時間とかお金が、そうですね、PDCA っていうので頭でっかちにならないっていうのが一番大事なことかもしれないですね、うん、まさしく。いっぱいからしか学ばないですからね、人間で。やっぱ Do たくさんしてそこから考えるとどうですかね。企業の格とか大きさとかでもうかなり顕著だと思うんですけど、はい、体制がでかくなればなるほど何年計画みたいなのが結構長くなっていくんですよね、はい、5年計画とか3年計画みたいな。でもベンチャー企業のスタートアップのスモールビジネスで3年計画なんて立てようがないんですよ。規模がでっかくなればなるほど動きもこう安定していくんで計画立てられると思うんですけど、そこに行くまではもう計画立てたところでどうせ全く違う方向に行くわけなんで、であれば先を見せるんじゃなくて今のもう毎日毎日の目先を一生懸命生きようと、そんな感じの動画でよろしいですかね。はい、仕事にかけると生活されてて、いやでもこれは本当に PDC で回ってないなとか、なんか同じ過ち繰り返してるなみたいなことないですか。それはだいぶありそうですけどね同じミスは繰り返しがちですよね。基本的に傘は 100% なくしますねシャーペンとか、うん、タバコのライターとか、はいはいはい、消耗品みたいな感じで、うん、いくつなくしたか分かんないし、財布も僕よくなくしちゃうんですよね。それは PDCA 回ってないなと思うので、グロースね、電子タバコ、はいはいはい、あれもよくなくすんで一応 PDCA 回して、暗いところでも見つかるように赤いのにしてみたりとか、はいはい、まあ、そういうのはプライベートでやってますけどそんなので答えになってます。大丈夫です一番人生で PDCA 回らないのはお酒ですね。二日酔いめちゃくちゃ辛いじゃないですか、はいはいはい、20代の方々が多いと思うんですけど、うん、鴨本さんもねもう30になられたんで、うん、もう30代になると二日酔いの意味が本当に分かるんですよね、やっぱ、うん、お酒ちょっと飲むと次の日すぐ頭痛くなるんで、今もちょっと頭痛いんですけどすごい残るようになってきましたね最近。そうなんですよ、うん、なんで多分今ご覧になってる学生さんの想像を絶する二日酔いっていうのはやっぱり、ね、30ぐらいになると待ってるわけなんですけど、何度もう二度とあんなには飲まんって誓ってもまた飲むんですよ。こんなに PDCA 回らんこと世の中にあるのかと思うぐらい同じ過ちを繰り返すので。なるほど、僕はあんまそういうのはあんまないですけどね。なんでこう酒癖悪い人の意味が分かんないというか、別に酒癖とかとは違うかもしれないですけど、飲まないでって言われたら全然飲まなくていけるタイプなんで、まあでも逆にタバコ吸わない人からしたらタバコ吸う人の意味分かんないかもしれないですけど、あちょっとそれに近いのかな。何の話ですか、分かんないですこんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。